おととい静岡市清水区の学校で捕獲されたフクロウについて、飼い主が見つかったものの今朝死んでいたことが分かりました。ペットとして育てられたため、餌の取り方が分からず衰弱していたか、カラスなどに襲われた恐れがあると見られています。